威風堂々、懐かしい、戦う我らに光あれ、ああ、遥かなる部屋から専門高校、完璧だね。高校名来ました。どうしよっかな。最近で言ったらやっぱカタカナなんだよね。ちょっと待ってくださいね。あー、降りてきてます。あー、来てましたね。インテリア、あー、いいねいいね、いいのいいの降りてきたね。うん、デザインとかやっぱ、いや、インテリじゃない、インテリア、そう、デザイナー、デザイナー、あ、デザイナー、インテリアデザイナー、いや、デザイン、部屋、部屋、部屋から、部屋から、部屋から専門学校。え、違う違う、カットはしないよ、カラーのみ。そ、色だけ、色だけだけど、あの、なんかパーマとかかけたりもしないよ。そ、染めるだけ。部屋から、部屋から、専門、全員さ、全員髪の毛染めてたらめっちゃ面白くない？音声セット、あ、これ、そう、呼んでくれるんだよね、これ。ヘアカラーってある？ないか。ヘアはある？ヘアもないか。じゃあ、岩下にしとくか。みんなパープルやるとき注意してね。あの、ヘアカラーって、ないわ、音声が。目なのよ、大事なのは。そう。目が大事。まずね、目がね、あの、もう、この、ギューって、これ、これです。これ、ちっちゃいやつ。これちっちゃい。あ、この、丸メガネいいんじゃない？あ、ほら、これ、ほら、もう、似てるでしょ。めっちゃ似てるよね。そうなのよ。そう。で、傷つくのよ。傷つくのよ。あ、俺こんな目。あ、俺こんな目、真ん中なんだって。威風堂々、懐かしい。戦う我らに光あれ。ああ、遥かなる部屋から専門高校。完璧だね。みんなさ、文字数的にさ、長いと思ったじゃん。けどさ、カタカナだからさ、グッてなってんだよ、実は。いや、まあでもそうか。うわ、ゴミ。あれ、なんか、ごめん、画面バグって俺がなんか画面内に映ってるわ。どういうことこれ。OBS の設定でおかしくなったか、今。俺がなんかちょっと、分身してるわ。ごめん、すいません。すいません、ちょっと配信設定がちょっとおかしくなっちゃって。これか？コナミが謝ってたの。じゃ、とりあえず全員髪の毛染めさすか。うん。あ、これ染めてんじゃん。いいじゃん。もっと派手な色にしろ。あ、坊主か。いいね。え、違う、ゾロじゃない、ゾロじゃない。ゾロじゃない。わかった、じゃあこいつ名前ゾロにするわ。いいじゃん、いいじゃん。そういうやつも、あだ名とかいるんじゃない？うん。あだ名とかいるでしょ。使えない選手は、あの、髪の毛の色、黒にします。あ、こいつ、あれなんか、眼帯できないんか。じゃあ、この矯正器具。うん、2024年は、あの、矯正器具付けさせますわ。見てる人たちも分かりやすいんだよね。そっちの方が。あれ、こいつ、あ、雑魚いやつか、っていうね。それがありますから。え、ゾロゴミ。え、ゾロゴミ。違う。いや、俺の判断的には、星が70以下だったら、矯正器具付けさすんだけど。いやいや、ゾロは、いや、ゾロってだって、あだ名もあるし、みんなに慕われてるから。そうそうそう。いやいや、ゾロは、矯正器具やめとこ。ゾロ、いや、ほら、ちょっとレベル違うわ。ちょ、ゾロやばいな、こいつ、G。ゾロギリギリだな。ゾロちょっとギリギリだな。あ、カット打ちいいね。うわ、ソウル F ってお前。そうだな。ちょっとゾロ、そうだね、ゾロちょっと。いや、でもこれ分かりにくくなっちゃうな。こいつ坊主だからさ、髪の毛が出ないから。あ、これゾロじゃん。本当のゾロにしようよ、じゃあ。うん、2年後のゾロにしよう。行こう行こう行こう。では改めまして、はじめまして、ヒトチン監督マネージャーの板倉です。現在の野球部の目標なんですが、7月に入った、あの、舌足らずの可愛いじゃん。現在の野球部の目標なんですが、7月に始まる県大会になります。夏の甲子園に大会に向けて戦います。あ、そういえば、ヒロチン監督は以前も監督、ドゥクス。うん。俺がなんか取り逃してたら言ってくれ。
終わってるわ、ここの高校終わってるわ。地域のバカが集まる高校だ。君、あ、でもタイピンチ C は熱いけど、君2年で星128。うん。だって、堀くんは129だよ、1年で。浜田くん、君はもういらないかもね。どうせ育てても3年の時には甲子園無理だろうし。藤田、キャッチャー D、盗塁 C。あ、チャンス C や。こいつ、なんか意外と強くね。まあでも3年だからね。熊谷。こいつは1年か。あ、2年だ。なんか、みんな染めてるな。ゾロ。こいつゾロだって。みんな真剣にやってんのに、こいつだけふざけてるぞ。あ、もうムード壊すやつもいるわ。田淵。とりあえずこいつから引っ張ったかないとね。田淵からぶん殴んないとね。石沢ね。いや、これ思ったけどさ、3年さ、もう無理じゃん。いや、俺これ3年2年を諦め。3年2年諦め捨て。みんな集合、みんな集合。3年はもう甲子園無理だから。うん、甲子園無理だから、うん、やっぱ1年を1年にスタメン入れた方がいいと思うね、うん、いろんなチームを見てきた僕が言わさせてもらうけど、ないね。3年、これさ、3年やめさせらんない？これさ、退部ってないの？これ退部ってない？これここに出てくるのがちょっと嫌なんだけど、3年がここに出てくるのが。いや、俺ね、これ弾道いらない気するな。やっぱ前も思ったけど、やっぱ転がせが強いから、うん、ちょっと弾道一回1でいってみていい？賭けで、賭けで。このここら辺の3年間ぐらいは、ここら辺の3年間ぐらいはちょっと賭けでいっていい？とりあえずね、まず補給、うん、守備がね、なってないから、こいつら補給さすがに D にしないとお話になんない。え、上原くん、あの顔でかいね、君。顔でかいね。じゃあ補給で。弾道より大事、補給の方が。補給。ちょ、こいつ、お前らキャッチボールしてるか？前の監督はお前らにキャッチボールさしたか？全員こぞって F だ。全員こぞって F の理由教えてくれ。3。どこだ？いや、上の方だったらいいんじゃない？あ、いける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 。いけるいけるくれ。あれ、なんか珍しいね、みんな漢字の高校で。なんだ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 、どうした？3年のみんなどうした？あ、保護者の皆さん、あ、すいません、保護者の皆さん、すいません、止まってください、止まってください。どうしましょう、どうしましょう。3年生のメンバーと親御さんたちどうしました？え、スタメンが変わった？え、そりゃそうですよ。だからちゃんと見て実力で判断して、今年の3年はスタメンとして使えないと思って変えました。ちょっとゾロちょっとゾロ来て。ゾロ、前野球やったことあるか？ゾロ前、あの、初めて俺1年生に聞くんだけど、お前野球やったことあるか？で、ゾロは途中から入れます。皆さん安心してください。ゾロファンの皆さん、あ、総合戦力いいじゃん。いけるいける。でも伝令でスタミナ上げよう。あ、いいねいいね。3年がいっぱいベンチにいるからスタミナを上げよう。スタミナちょっと伝令が走ります。OKOKOK。 監督のメッセージがナインに伝わります。本当に実力かな？なんか3年が、おい、伝令で3年がなんか言ってたぞ。なんて言った今。本当に実力かなって、なんか俺の采配になんか文句あんのかこいつ。第3球を投げた。まずいよそれ。大丈夫、おっそこいつ。おい、だ、小谷、お前マジ外出ろって。いい、来た！え、これいけない？うわ、いけないか！いけないか！小谷か！これちょっとさすがに代打だな。藤田、俺は確かに3年は実力で外したって言った。でもお前ここで打たなかったら、俺が3年外しても
試合内容は変わらなかったってことだからな。3年背負ってんだぞお前。相手疲れてる。これ打った入れば逆転だ。入んなかったけど、入んなかったけど藤田え、お前行けや。誰だよあいつ。池谷行くわ。3年が試合救ってくれるんじゃないの。藤田はやったぞ。池谷、次の投球投げました。池谷行けるよな。やばい、2ストライクだ。え、もう何やってんのお前。え、マジ終わるよ。投げました。流し打ち、どうだ。嘘でしょ。やった、やった、やった、やった。マネーも頼む。初球から打った。よし、ショート正面、ショートこれました。よし、試合終了。あぶねー、あぶねー。でかい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 。いやいや、この感じでいこう。うん、次の試合4日だから、うん、スタメンとかはこのままいくけど、うん、いけるぞいけるぞ。なんか文句あんの。親御さん、3年生の親御さん、あなた方3年生の親御さんがね、じゃあ今まで3年間野球部見て一生懸命やってたと思いますか。キャッチボールもしてませんでしたよ。補給 F で何してたんですか。うん、あなたたちの息子さんたちはね、プロにはなれないし甲子園に行けないんです。三球を投げました。嘘でしょ。強い当たり、打球はそのまま伸びていく。場外への特大ホームラン。これちょっと申し訳ないけど、これね、申し訳ないけど、もう3年出しても変わんない。これ3年出しても変わんないんで出しません。でもほらベンチ見て、3年は笑ってる。俺なんか、ね、熱闘甲子園とかで見たことある。試合に出れない3年がそのエースの1年をが泣いててすいませんって言ってんのを慰める3年ね。あ、いや、お前は頑張った、お前は俺たちのために頑張ってくれたんだみたいな。あ、それとは違うの、種類が違うの。第3球はアウトコースをつけた。いやー、松浦お前そこいとけよお前。泉、この回5点目、11対1。恥ずかしい。いました、今年の夏は。恥ずかしい。県大会予選2回戦でコールド負けしましたって恥ずかしい。あ、帰るぞ、早くバス乗れ、帰るぞ。帰ったら走りが足んねえんだお前ら。3年の先輩が野球部を引退します。次期キャプテンを指名してください。あー、じゃあ松浦にするか。よし、まあみんな邪魔者がいなくなったということで集中できるな。うん、あいつらうるさかったよな、なんか親がな、な、親がうるさかったよな、なんかなんかグダ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 集中できねえっつうの。県大会みんなで一丸となって頑張ろうって時に、なんか3年後なんか試合出してくださいっつって、で出せねえっつってんだよな。あ、みんなな、集中できるな来年。威圧感、いや威圧感これありだな。これでさ、バッターの調子下げるとか、なんかバッターのパワー下げるとかじゃなかったっけ。いや無理か、一回ちょっともうみんな水飲んどく。うん、水ちょっと入れよう。うん、みんな休憩。ほら、みんな見てたら丸山が緊張しちゃうだろ。休憩休憩。何してんのこいつ。えやったやった、やっぱこれマジ、これマジ覚えるよな。そうなのよ、いやこれマジみんなやって、家で一人で家で一人でやってみて、みんな。うん、恥ずかしいから。来た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 。特技、俺このマス好き。俺このマス好き。俺このマスのプラモデルがなんか欲しいもん。玉持ちってなんか微妙だった気がする。きれい、あ、緩急いいね、緩急いいね。ボールが出るのが遅くなる、なんか必要なさそう。ほら今さ、俺のクイック教え見た。今回も目外すんかなと思ったでしょ。違う、クイック教え。今みんなのタイミングとちょっとずれたじゃん、リズムが。パッパンってパンって教えんのよ。そしたら頭にこうクッって入んの。なんだこれ、甲子園なんかバツ入ったな。練習休ませないよ、もう少し頑張れよ。それそうだよお前、最近の若いやつは。向かい、俺が子供の頃はな、疲れてても監督に言えなかったよお前。どんだけ俺が優しい監督か。疲れててもゲロ吐きながらやってたんだよお前。体調悪くても
あ、確実にこれ日射病だなって、あ、これもう、あ、脱水症状だわ、もうおしっこ出ねえやってなってもやってたんだよ、お前。おい、相手もちょっとチャラついてんな。引っ張ろう。さすが我らがキャプテン、部屋から専門広告みたい、広告みたいだね、部屋から専門どうすんの、電話来てすいません部屋からさせていただきたいんですけどって来ちゃったら。それで浜田さん次交代するからさ、ちょっと代打でゾロ出していい、あ、引っ張り4、いや流し打ち5、いや俺これ数字信じるわ。第9投げました、初球ゾロ、おい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 、投げました、え、あっつ、ゾロ走れゾロ、ライトバックホーム、いやーこれで取れないんか、足をせえな、こいつバント職人だもん。第9ランナースタートを切った、これはストライク、タッチアウト、え、ツーアウト、盗塁は失敗に終わっています。え、山本お前さ、山本お前さ当てろよ、投球これから2球目、え、やったんだけどこいつ、許そう許そう、結果出すやつは攻めれないよ。いや、あんなんさどうでもいいから、石澤だ、オッケー、交代の準備だ、みんな、そうだ俺伝令めっちゃ忘れてる、攻撃側のもったいねえ、打ちました、痛烈、さらに伸びていく、ライトセンター見送った、いや違う違う、交代って言ったらそれブラフじゃん、ごめんごめんごめん、違う、仲間騙してからの敵だからね。ちょ、小谷のところ早送りするわ、続いたわ、オッケーオッケー、ブラフがいい、ブラフ入ってるよ、投球これから4球目、打ちました、素晴らしい、試合終了です、いやほんとよかった、いやゾロは秘密兵器だからあんま出したくないのよ。2回戦プレイボールです、松浦お前これ行くしかないよな、ここはここは勝負だよ、松浦、うわ惜しい、石井ゲッツーできないよこの弱小チーム、ごめんなさい、あの監督さんすいません、監督さんごめんなさい、あのそちらのチームの話じゃないです、うちらの弱小校の話です、すいません、そちらのチームじゃないですよ、すいませんすいません、松浦お前はこういう時ホームラン打ってくれるだろ、松浦松浦頼む、第2球投げた、いやー松浦松浦松浦頼む、投げた、松浦飛びついた、やばい、クソみたいなヒット、えっ遅っ、小谷が遅い、おー祭り男大量祭り、うわこれ今日ずっと換気扇閉めてなかった、チャンスええじゃんお前、まあ、これで打てなかったら誰が打つんだよ。第9投げました、直球ストライク、まずは見送りました、島袋投げました、内角ボール球打った、ボールバライダーでランを打ってアウト、3アウトチェンジ、お前のこと信じてる、投げました、低めボール球打った、取れるな、前進、打球は宇宙間に、何してんだよもう、足遅すぎんだろお前ら、あのな高校に入ってきてな足が速くなるわけねえだろ、ポテンシャルの問題なんだお前らの、お前のスローカーブ誰も打てないんだから、石澤、あの夏の甲子園3年間やってきた3年生を切ったんだよこっちは、あの3年生の思いも今ぶつけなきゃなんねんだろ、いけ丸山、そういうことだ丸山、第4球を投げました、来た、打ちました、抜けたっしょ、よし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 、ある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 、三振だけはやめて、サメから変化球、空振り三振、投げた、石澤抜けた、偉すぎる、あっあいつやった、は梶原が、梶尾がやった、梶原がやった、梶原が、梶原がやったわ、相手疲れてる、石井チャンスだ、投げました、打ちました、柏原さっきやってるよ、取りました、ゲームセット、いました、力
力を及ばず敗れてしまいました。何泣いてんだよ。泣くほど練習しねえよ。帰るぞ。じゃあ監督とマネージャーは先にバスで帰るから走って帰ってこい。わっ、レーザービームいいじゃん。いや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 、いいのよ。うん、大丈夫大丈夫。あーちょっと監督もちょっとちょっと立たないと腰痛くなってきた。新入生スカウト来た。だからあれだよね、内野手よな。マジでマジで内野手、内野ピッチャーキャッチャーだね、うん、鹿児島しか行けねえか。そうだ、これ全国行けないんだ。みんなごめん、みんなごめん、鹿児島には投手しかいません。内野手ゼロです。さすがにさ、分散してほしくない？俺1個しか選ばなくて、しかも投手6終わってんじゃん。これでも最強の投手来るかもよ。いや投手は必要だからね。うわ、田中良くない？変化球あるよ。え